そんぐらいだな。なんかところどころ新しいところがあって BO3 の兵士がいるっていうぐらい。なんか今作しゃがもうと、いや違う、伏せようとする瞬間なんか左手を広げるからブレるな。伏せ打ちダメかもしれないけど、キャンペーンはないんだろ。はい、キャンペーンないんだよ。コールオブデューティーはキャンペーンが良かったのに、特に COE 良い。主導権を失うから、キャンペーンね。まあ、BO3 のキャンペーン正直わけわかんなかったけど、キャンペーンはあってほしいよな。こちらがリードを奪った。キャンペーンはね、今年は BF5 の方に期待しよう。ノーマルダウン。リーコン、キル。伏せ打ちやっぱ微妙だ。タコム、UAV とのデータリンクを行え。うわ、来てる来てる。クラッシュを仕留めた。結構倒したよ。こことんでもねえ高台だよな。リーコンは排除。なんで銃の音が銃っぽくないんだろう。それはね、言っちゃいけない。だいぶ昔からじゃないかな、銃の音が銃っぽくないのは。サラブだ。ヘルストーム、ヘルストームがね、プレデターミサイルっぽくなったしね。ヘルストームキルと思ったら、ミサイルからミサイル撃ってるんだ今の。後ろに敵が。クリーンキル。味方のタックデプロイビーコンオフライン。あれ、テルストームってミサイルが分裂するんじゃなかったっけ。今回のヘルストームはなんというか、54i の特別仕様だ。ミサイルからミサイルが出てくる。なんか三段式のようなミサイルではなくなった。で、アナイアレーターね、大事にしたい。こいつ超強いんだよな。制裁を下そう。ファイアブレイクを仕留めた。マンは先行ってくれ。ヘイ、仕留めた。ヘイヘイ、私の前で死んでいけ。ヘイ、ヘイ、あーやばい、逃げる逃げる。タコム、アナヤレタ強いっしょ。監視を頼む。脅威を排除。ヘルストームを展開可能だ。もう一回ヘルストーム。ミサイル撃って、おおおお、 UAV を破壊された。次 EKIA。 こういうヘルストームもいいと思う。自分はあんまり BO2 は遊んでなかったんだよな。後ろから敵来てね。いいね。戦闘ヘリ呼べたけど、もう一人で終わる。オッケー。支払いに見合う働きだ。めっちゃ倒した。イエイ。撃ち殺した。
運命を受け入れろ。 GG 仕留めた。